こんばんは。今回の震災で復興特別所得税の増税あると思いますか？私は増税に賛成なので増税してほしいと思ってるんですが、それには難しいかなと悲観的になってしまいます。僕も増税賛成ですね。増税きついよねっていうのもあるんですけど、増税して早く復興した方が結果として自分たちの収入増えるんですよ。石川県が復興しないとそこで日本の株価が下がってしまって、じゃあ売上も下がってしまうねっていうのがあるので、なのでその石川県が復興してくれて、石川県の人たちがじゃあお金稼げるようになって、外国からインバウンドとか来てっていうので稼いでくれて、納税した方が結果として日本が豊かになるので、さっさと復興しろやっていうのがあるので、復興のためにお金が必要だったらそれは増税した方がいいんじゃないかなと思うんですけど、ただ今増税しなくても国債でよくねっていうふうに思ったりもします。今のところ 14,800 人が見てるので28万円ぐらい寄付する予定です。はい、日本が世界に勝つにはインターネット利用は悪口税を課税して得た税収で、日本企業が Google を買収したら世界に勝てるのかもしれないですが、どうですかね。悪口はどこまでが悪口かというのが法律上決めることがすごく難しいんですよ。例えばその岸田首相に対しての文句は悪口であるっていう風になって、岸田首相に文句を言ってはいけないってなっちゃうと、それはロシアと同じ状況になるので、なので政治家を悪口言ってもいいよねってなると、じゃあ誰なら悪口を言っているのか、公人ならいいのか、じゃあ元政治家はいいのかっていうので、やっぱり悪口の基準を決めるっていうのが難しいんじゃないかなと思うんですよね。そうそう、だからね、増税クソベガではね、僕結構正しいと思うんですよ。減税クソ、増税クソベガね、正しいというより、世間で増税クソメガネと言われているというのを岸田首相が気にしている結果、岸田首相ってまだ増税してないんですよ。社会保険料を上げるとか、税ではないもの自体は上げてるんですけど、税金自体はまだ上げてないんですよ。インボイス制度ももともとあれ増税ではなく、免税されていたものの免税特権をなくしただけで、増税はしてないんですよ。なので増税クソメガネと言われるのが嫌なので、増税を避けてるように僕は見えるんですよ。僕の想像かもしれないですけど、ただなので増税クソメガネと世間の人が言ってる時点で、割となるべく増税を避けるっていうのをやってるので、結果としてはその増税クソメガネと言い続けるっていうのは、増税させないためには結構効いてるんじゃないかなと僕は思ってます。日本はいつまで外国人観光客に対して免税を続けるのでしょうか。増税より免税廃止の方が良い気がします。多分ここで言ってる免税って、消費税を払わなくていいっていうのだと思うんですけど、別に外国人が、あれ違うな、免税が、そっか、消費税か。なので日本人だったら納税しなければいけないけども、外国人だったら免税ですよっていうのがちょこちょこあるんですけど、でこれって他の国もそうなんですよね。なのでただ条件があって、なんか1万円以上でその免税のなんかそのお店でとかっていう条件があった場合免税されるって話なんですけど、なのでそのおかげで割と物買ってくれたらっていうのもあるんですよね。なので日本で買うと免税だから安いよねっていうので買われるってことで、結果としていっぱいお金が動くっていうのもあったりするので、別にその外国人に対してその免税廃止にしたからといって売り上げがあるのかっていうと、別にそこまで変わらないんじゃないかなと思うんですけど。消費税は払うやろ。消費税が確か払わなくて済むんじゃないかな。そのなんかヨドバシカメラの免税の店とか、ドン・キホーテの免税の店とか、キャバラにあったりすると思うんですけど、なんだろう、その僕外国人ではないので、どの税金を払わないで済むのかがあんまりよく分かってないですけど、はい。こんばんは。ひるゆきさんも言及してましたけど、自分は山本太郎さんのことを評価しています。少なくとも政府が初動が遅いことに対して煽ることはできたと思いますが、ひるゆきさんどう思いますか。僕は初動が遅いことに対して煽るのは全くできてないと思ってて、別に山本太郎さんが言ったから日本政府が動いたという話ではないと思うんですよね。むしろその世論だったりって話なので、なので僕は山本太郎さんに関しては行くべきではなかったと思ってる派閥でさえ。で、山本太郎さんがその現場を見ることで現場の意見を聞けるのが正しいって言ったんですけど、山本太郎さんが行けたところって車で入れるレベルの被災者がいる避難所なんですよ。で、今能登半島でその避難所自体がもともとそんなことになると思ってなかったので、避難所っていうので、人数いっぱいになっちゃって、役所が用意している避難所にいられませんっていうので、その勝手に避難所を作ってる人たちっていうのが160箇所ぐらいあるらしいんですよ。
で道路自体も寸断されているので、そもそもその車でその支援物資を運ぶこともできません。役所が用意した避難所でもないので、その連絡手段自体もなかなか取れませんっていう場所があるんですよ。そうすると本来であれば道路もないようなところや、道路でその支援物資も送れないし連絡も取れないような人たちを何とかしなきゃいけないっていうのがやるべきことなんですけど、なまじ山本サロンさんが言って、なんかその政治家が言って安心させるのが大事であるみたいなことになっちゃうと、じゃあ他の政治家が我も我もって道路で行ける範囲の避難所に行って避難所の人に顔を合わせてなんか頑張ってくださいとかっていうっていう、本来本当に助けなきゃいけない、支援物資も届かない、道路も使えません、で連絡も取れませんっていう人が後回しになってしまう可能性があるんですよ。その道路っていうのは政治家を送るためじゃなくて、道路を復旧させて直したりとか支援物資を送ったりっていうのをしなきゃいけないところが、その政治家が挨拶に来る目の量に使われてしまうんですよ。要は道路っていうのは交通量は限られているので、なのでじゃあ政治家が10人行ったらその10台分の支援物資が送れないし、じゃあそこで10台車が送り込めるんだったらコンクリートミキサーを送って道路の亀裂を直して、その先もじゃあなんかトラックが走っているようにできるかもしれないんですけど、そこが政治家が来る10台で通れなくなってしまうかもしれないんですよ。っていうのがあるので、僕はそのボランティアの人が来てくださいっていうふうに石川県の人たちが言うまでは行くべきではないと思ってます。はい、あの岸田首相を退陣しろとか嫌いだって言ってる人はあのインターネット上には多いんですけど、あの日本人のレベルでいくと投票に行く人の中で自民党に投票している人が多数派です。なのであの投票に行く人という中でいくと自民党に投票している人が多くて、自民党の中でいくと岸田さんを首相にしたいと思っている人が多いです。なので自民党総裁がこうなんか自民党の人たちが集まってますとか、日本政府だとそのなんか自民党と公明党の人たちが集まってるっていう状況であれば、岸田さんが正しいとみんな思ってます。なのでその互角人だと思うのはまあ勝手なんですけど、ただその互角人だと思わない人もいて、で世の中はそういう人たちによって組織というのは結構作られている。なのでその日本の人だとその北朝鮮の金正恩良くないよねみたいな人いると思うんですけど、北朝鮮の中では金正恩が主席で良かったと思う人の方が多分多数派です。世論調査があるわけじゃないから分かんないけど、はい、増税をするから良くないっていう話があるんですけど、これはあの働いてる人の視点なんですよね。自分で稼いで自分で税金を払う人にとってみたら増税というのは悪いことなんですよ。でも働かないでお金をもらう側になったらどう考えるかっていうのを考えてみてください。増税するということは政府の予算が増える、政府からお金がもらえる側だとすると政府の予算は多ければ多い方が自分に回ってくる可能性が高いんですよ。例えばその、政府からなんかあの、じゃあ建築の仕事を受けています、ダムの工事を受けていますみたいな会社の社長とかがあれば、その自民党がどんどん政府予算を大きくしてくれて、で、あのダム直した方がいいよねとか、この橋直した方がいいよねとか、じゃあ病院を運営しています。そしたらじゃあこの高齢者がバンバン来て、なんか治療してっていうので、で、高齢者の生命、あの保険料とか医療費っていうのは国がバンバン出しますってなった方が全然儲かるじゃん。っていうので、増税した方が予算が増えるんだから、俺たちの取り分が増えるよね、という考え方の人であれば、増税は賛成なんですよ。所得税が増えましたって言っても、年金暮らしをしている人とか、生活保護の人は全く関係ないんですよ。だって納税しないもん。なんで、日本の3分の1が今、高齢者と生活保護者なんですよ。3分の1ですよ。33%。なので、働いて税金を払わなきゃいけない、納税をしなきゃいけないっていうのは、多分ね、3分の1ぐらいで、で、残り3分の1が子供とか外国人とか、多分そういう会社だと思うんですけど、なので、増税というのが、増税をするのは社会にとって良くないって言ってるのは、実はもう少数派なんじゃないかっていう。なので、なぜ岸田首相がその今の意思を維持できてるかっていうと、それが多数派の意図だからということだと思います。はい、配信嬉しいです。で、自分は20代の男です。増税賛成なので、選挙で自民党に入れるのですが、周りの増税に反対している人もなんだかんだで自民党に投票している人が不思議に思っています。増税反対なのに自民党に投票する人が多いのはなぜだと思いますか？バカだからじゃないかな。増税はするけども、他のことではまだ自民党の方がマシだよね。立憲民主党とか共産党よりはマシだよねっていうところだと思うんですけども。はい。20代です。どうにかして増税を推し進めたいです。個人でできることありますでしょうか？自民党に投票し続ければいいと思います。国民民主にピンクの服をと提案してましたが、国民ウサギというキャラがいて、演説だと着ぐるみに子供が集まってきて、ママさんにも人気です。ピンク服より可愛いし、知らればイメージアップと思うんですが、アピール得たのが知られてなくて残念です。議員さんたちもキャラのピンバッジつけて可愛いんですか？あ、完全に存在知りませんでした。
なんかそういうのちゃんと出した方がいいと思うぞ。ちょっとね、やっぱ真面目な人が国民主は多いので、プロモーション下手ですよね。日本の政府予算を支えている3分の1の年収1000万の無能サラリーマンです。今も税金を権利を辛いですが、将来同世代の就職氷河期の非正規やニートが高齢者の時に少ない下の世代だけで支える気がしません。同世代間扶助や資産税の導入など今後さらに負担が増えたりすると思いますか？僕、ここに関してはね、思いませんになっちゃうんですよね。結局、その同世代間協調っていうのをやりましょうって言った時に、今の高齢者がその法案に賛成するはずないじゃないですか。ツイッターにその3分の1ぐらいの正社員が、3000万人ぐらいが日本人で、正社員がいて、年金をもらってる人が4000万人ぐらいだったかな。ちょっと数字をちゃんと見ますね。すいません。と、ツイッターで書いたやつが、日本人1億2500万人で、それなりの額の税金を支払えるのが、正規雇用 と役員自由だとすると、3分の1の人たちが日本政府予算を支えているとか言ってあるんですけど、正規雇用の人数が3597万人。で、役員とか自由が35万人。で、非正規雇用が2101万人ですけど、年金受給者が4023万人なんですよ。なので、正規雇用者の人数より、年金受給者の方が多いんですよね。今の時代にその年金をすでにもらえてる人っていうのは、払った年金の額よりも多く年金もらえてる人たちなんですよ。まあ今年金もらってる人たちが、俺たちも年金払ってきたんだから、年金をもらえるのは当然だろ、権利だろという言い方をするんですけど、金額ベースでいくと、払い込んだ金額よりも多くもらえています。なぜかというと、今働いてる人たちが、今年金をもらってる人に多くお金を払ってるので、なので今の30代とか20代は多分年金をもらえる65歳ぐらいになったら多分年金は70歳から支給されますみたいなパターンになってるか、もしくはめちゃめちゃ低い金額しかもらえないっていうことになる。なぜなら働く人よりも年金もらってる人数の方がすでに多いからです。非正規雇用の方を入れると2000万人なので、合わせると5000万人なんですけど、なので、ただ、非正規雇用って、その中央値が、160万円とかなんですよ。パートですっていう人も非正規雇用に含まれるので、なので、その、中央値160万だとすると、まあ、ほぼ税金払わないんですよね。なので、税金払ってる人っていうのは、大体正規雇用の人で、その人たちが働いた結果、税金を払い、で、会社が回って、で、その会社が法人税を払ったりっていうのがあったりするので、なので投票した時に同世代間共助にしましょう。じゃあ今の高齢者というのは今の高齢者で勝手に控除してくださいって言っても、そういう法案を出すような政党には高齢者の人は投票しないので、結果としては高齢者が幸せな形の日本